テレビ大阪さん。テレビ大阪報道部坂と申します。よろしくお願いします。能登半島地震に関する、大阪府の対応といたしまして、1月9日から、府内の住宅無償で提供するというお話出てたかと思います。現在の申請数であったり、それを踏まえて住宅の提供数増やすなどはありますでしょうか。現在ですね、138件の問い合わせをお受けしています。そして、入居希望件数として上がっていますのが54件ございます。で、実際に入居された件数につきましては、マンスリー1件も含めて合計で26件の府営住宅、市営住宅に入居をされておられます。能登半島地震で住宅を失って非常に厳しい状況になっている方の住居支援ができればいいなというふうに思います。そして確実に相談件数も入居希望件数も実際の入居件数も増えてきておりますので、この施策については引き続き実施をしていきます。当面、大阪府、大阪市、堺市合わせて312戸確保しておりますので、まだその枠内に収まってますから、今の段階で増やすということはまだ考えておりませんけれども、必要に応じて、必要が増えれば当然これは柔軟に拡大をしていこうと思います。そして府営住宅に入居される方については、生活の家電であったり、すぐ生活を始めれるようにということの準備も整えていますし、その入居された方が介護とか医療とか、あるいは教育とか必要な場面については生活支援の窓口も設置をしています。不安も多いと思いますけれども、お気軽にお問い合わせをいただけたらと思います。